国鉄多機23600経過者は、かつて日本国有鉄道及び1987年4月の国鉄分割民営化後は日本貨物鉄道に在籍した私有貨車である。本形式の後継形式である多三23650型についても本項目で解説する。多機23600型は、 液体用染用の35トン石炭ク車として1972年から1993年にかけて35両が富士重工業、三菱重工業、日本車両製造の3社で製作された。記号番号表記は特殊表記符号、高前置し、小滝と表記する。積み荷である用は常温では固体であるが高温になると液体化する、性質がある。 このため輸送の際には高温化して運ぶが、この温度はタンク車の中で最も高温であった。落成時の所有者は、三菱商事、三井物産、日本石油輸送の3社でありその主な常備駅は、三重県の塩浜駅、千葉県の甲子駅、神奈川県の東高島駅であった。百八十八年三月十三日に、三井物産所有者六両が北流産業へ、 名義変更された。1979年10月より化製品、分類番号、年41が表記されたが、積みには、積載状態では液体であるため、年31の方が適当と思われるがなぜか、年41と表記された。タンク体材質は、ロットにより違いがあり、普通構成、ステンレス構成、溶接構造用圧縁構材製の3種類があった。 いずれも保温材を巻き規制を装備した。200方式は、タンク上部の液出入管からの上入れ、液出管と窒素管使用による上出し方式である。車体色は黒色、寸法関係は、全長は 11300mm、全幅は 2500mm、全高は 3850mm、台車中心間距離は 7200mm、 自用積は19.6立方メートル、自重は18.6トン、換算量数は、積車5.5、空車1.8であり、台車は、ベッテンドルフ式の TR41C、TR41E、TR213C、TR225 である。1987年4月の国鉄分割免営火事には18両が、JR 貨物に継承されたが、 2006年5月に最後まで在籍した3両が廃車となり、同時に形式消滅となった。各年度による製造会社と、両数、所有者は次の通りである。多岐23,650型は、液体用専用の35トン石炭ク車として1982年9月27日に2両が、日本車両製造にて、多岐1,500型より、改造製作された。 改造内容は、旧タンク体を撤去の上新機に製作した内面に、アルミニウムメタリコン処理を施した、溶接構造用圧縁鋼材製のタンク体を搭載した。大枠以下は、種ネ社のものをそのまま使用する設計であるため、多岐2万3600型に対して、積載効率が悪かった。化成品分類番号は、年41が表記された。所有者は、 日本石油輸送の一社のみであり、その常備駅は神奈川県の東高島駅であった。その後常備駅は福島県の郡山駅に変更された。日本石油輸送は、その後液体用輸送車を増車したが、本形式の増備とはならず、多岐に万3600系の申請車とした。200方式は、タンク上部の液出入管からの上入れ、液出管と、 窒素管使用による上出し方式である。車体色は黒色。寸法関係は、全長は1 3 7 0 0、mm、トル全幅は2 6 0 0、mm、トル全高は3 7 8 4ト、mm、ル台車中心間距離は9 6 0 0、mm、トル、自用席は九点一立方メートル、自動は九点八トン、換算量数は、積車点五、空車点零であり、 台車はベッテンドルフ式の TR41C である。1987年4月の国鉄分割民営化時には全車が JR 貨物に継承されたが2004年9月に全車一斉に廃車となり同時に形式消滅となった。国鉄滝23,650経過車に関するカテゴリーありがとうございます。